アメリカだとエコーレーザー砲まで開発したらしいな。レーザー砲だって、かっこいい。あんなの漫画の世界だけだと思ってたよ。実際に試射実験に成功したみたいだね。レーザー砲の開発はかなり以前から各国取り組んでたみたいだけど、やはり軍事兵器としての実用化と考えると難しかったみたいだね。でもやっぱり世界一の軍事大国アメリカは、長年の研究開発の成果を出して、実用化に向けて待ったなしという段階までこぎつけたみたいだね。そうだな。医療現場や製造業なんかではレーザーが燃え使われている技術だもんな。これが軍事兵器として実用化レベルまで超えてきたってことだな。さすがアメリカといったところだな。ほんとだね。やっぱりアメリカすごいね。もっとこのレーザー砲について詳しく知りたいよ。わかった。じゃあ今回はアメリカが開発したレーザー砲について見ていこうか。それじゃあ行ってみよう。本当にアメリカの軍事開発レベルには驚かされてばかりだけど、とうとうレーザー砲の開発に成功してしまったね。日本もレーザーの開発ではかなり進んでいる方だったんだけど、日本は軍事的な開発よりも医療や製造用への利用を中心に開発してたから仕方ないことだね。でもやっぱりそこは世界一の軍事大国アメリカだね。きっちり結果を出してきたよ。前置きが長かったね。それじゃあレーザー砲について詳しく見ていこう。2021年12月、アメリカ海軍はアラビア半島南沖で、艦上からレーザー砲の発射実験を行ったんだ。その時に洋上に設置された標的を見事に破壊することに成功したんだ。この実験結果は世界中に公表され、軍事関係者の間では大騒ぎになったらしいんだ。ちゃんと標的まで設置して実験したんだね。完全に実用化レベルじゃないか。でもなんでアメリカの海軍がアラビア半島沖で実験したのさ？それには少し理由があるみたいなんだよね。今回の実験が行われたのは、東アフリカとアラビア半島の間にあるアデン湾というところなんだ。アデン湾はスエズ運河を通じて中東と地中海を結ぶ原油の海上輸送ルートにあって、2015年のイエメン内戦時に航海においてイスラム教フーシ派が、無人ボートに爆弾を積んで西側諸国の艦船に攻撃を加える、テロ行為が頻繁に発生してた場所なんだ。それじゃあレーザー砲の実験が、そのテロリストたちへの牽制でもあったということか？それもあったと思うよ。神風アタックとも言われるテロ行為に対して、アメリカも対抗策を試していたようなんだけど、テロ行為に使用されていた小型ボート程度なら簡単に破壊できるという、レーザー砲の完成をアピールすることでテロ行為への、牽制としては十分効果は期待できたんじゃないかな。なるほどね。これは効果あっただろうね。レーザー砲っていうところがテロリストたちからすれば未知の世界で、迂闊にテロ行為を起こすことはできなくなっただろうね。それじゃあ完成したレーザー砲は艦載されてるってことだよな。今らどの船に艦載されてるんだ。レーザー砲 LWSD マーク2モッド0は、アメリカ第5艦隊所属のサンアントニオ級、ドック型輸送揚陸艦ポートランドに搭載されていて、実装実験として試射が行われたんだ。ポートランドは2020年にも太平洋上にてレーザー砲の試射を行っていて、この時にも空中を飛行するドローンを撃墜することに成功したそうなんだ。そんな前から試射実験は行われてたんだね。そうだよ。アメリカ海軍では1960年代から指向性エネルギー兵器として、レーザー砲の研究を進めていたらしいんだよね。実証機として、トレントン級ドック型揚陸艦ポンスに、レーザーを搭載して実験を行った時は、そのレーザー砲の出力は 30kW だったらしくて、とても兵器としては使えないレベルだったんだよね。しかし数十年の時を経て、とうとう兵器として実用化レベルにまで達したんだよ。やっぱりレーザー砲はミサイルなんかと比べて大きなメリットがあるんだよ。そのあたりも詳しく知りたいぜ。そうだね。アメリカ国防省はアメリカ議会に、レーザー砲について報告書を挙げてるんだけど、これに記載されている内容を見ていこうか。報告書によるとレーザー砲を対艦ミサイル迎撃用として運用するためには、300kW の出力が必要とされていて、LWSD の出力をその5割まで、到達させることができたことで、兵器としての実用化が見えてきたと記載されていたんだ。そして報告書にはコスト面についても記載されていて、レーザー砲の開発には44億円の開発費がかかっていて、実際に兵器として運用する場合レーザー照射1回あたりのコストは、驚くべきことに100円程度だとされてるんだよ。100円、そんなことあり得るの？ミサイルなんかだと、一発撃てば数百万、数千万の世界だよ。安すぎ。うん。
今までの兵器では考えられないほどの低コストだよね。さらに開発が進めば低コストでさらに強力な兵器となる可能性も十分に考えられるからね。今の現状では対艦ミサイルを迎撃するのは課題が残ってるとしても、小型のドローンや小型ボートなどには十分効果を発揮できるからね。それらの撃墜に高価なミサイルを使用することなく、低コストで対応できるようになったのは大きいよね。コストがかからないっていうのは大きいよな。でも、開発にこれだけの開発費と年月をかけてるんだ。トントン拍子に開発が進んだってわけじゃないだろ。そうだね。開発を進めている段階で疑問視されたのが、その設備の大きさと重量だね。電力の消費の大きさも大きな課題だったみたいだよ。それでも、研究者たちの長年の努力によって、今回のレーザー砲はかなりコンパクトにまとまっていて、完成できるまでに小型化に成功したんだ。そうだよな。完成できるのとできないのじゃ、実用性が大きく変わってくるからな。開発者たちってすごいわ。これで、さらにレーザーの出力を上げることができれば、アメリカにとっては莫大なメリットだな。同盟国の日本としての国防で大きなメリットになりそうだな。でも、それだけメリットが大きい兵器なら、世界各国も開発してるんじゃないの？もちろん、レーザーの兵器は数十年前から世界各国で研究が進められてるよ。考えてみて、ある攻撃目標があって、そこに人質や民間人などのいわゆる人の盾があってミサイル攻撃によって、巻き込んでしまう恐れがある場合も、レーザー砲であれば、人の盾に危害を加えることなく、攻撃目標だけを確実に破壊することもできるようになるんだよ。ちょっと物騒な話だけど、レーザー砲の小型化がさらに進み、小型のドローンに搭載できれば敵国の重要人物のみを暗殺することだってできるんだ。考えればキリがないほど、レーザー砲の兵器からいろいろな使い方ができるんだな。そりゃあ世界中が研究開発するはずだな。うん。でもね、兵器というのはさらにどんどんと開発が進められていて、現在開発中の武器では高強度超音波を使った音響兵器というものが開発されてるんだよ。これは超音波を人体に照射することで、人体内に気泡を発生させるキャビテーション現象を起こして、人体組織や内臓機能に大きなダメージを与えるという恐ろしい兵器なんだよ。この兵器の最も恐ろしいところは音波ゆえに防ぐ手立てがないってことなんだ。人体に直接攻撃かよ。恐ろしい兵器を考えつくもんだな。こんな兵器が、絶対に使用されないことを願うよ。そうだね。兵器の開発は自国防衛のためには大事なことなのかもしれないけど、開発された兵器がずっと日の目を見ることがないのが理想なんだよね。レーザー砲の実用化によって世界のパワーバランスが、崩れて人類同士が争うことがないように願うよ。本当にそうだな。あくまでも牽制、抑止力として兵器が開発されているって思いたいな。うん。新しい兵器には興味があるけれど、使われないことが一番だよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録。よろしくね。ありがとう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 。